さて、あなたは特別に選ばせてあげましょう。逃亡か死か。ありがとう。うるさいクソジジイを始末してもらえてとっても助かったわ。そのお礼に。今すぐ殺してあげる。頭の悪い子ね。はっ。はっ。愚かな人。頭の悪い子ね。おいしい魂の匂い。暗淡の眉。いただきまーす。行きます。クオ。頭の悪い子ね。行くぞ。頭の悪い子ね。これがあなたの本気ですか？勝者はすでに決まっています。暗淡の前。せっかくチャンスを与えてやったというのに。いちいち発言が傲慢。永遠に黙りなさい。ああ、ごちそうさま。炎。違う。そんなレベルじゃない。これはこれほどの力を出せ。前の力は。サンシャイン、偉大なる我が魔力。うわあ。マジかよ。あの化け物二人をたった一人で。バン、お前にはいろいろと要件がある。だが、もう正午が近い。話の続きは夜になってからだ。それまでここで待て。これは命令だ。言われずともクタクタだっつーの。苦しくねえか、エレイン。私、今すごく幸せな気分。こうしてバンの腕の中に抱かれて、まるで夢みたい。だからもしまた死んでも怖くないの。つまんねえこと言うな。バンの言う通りだぜ。なんとかなるって魔人の女が言ってたろ。死者の未練を増幅させて生き返らせたとかなんとか。俺への怒りが消えたところで、どうせバンへの未練はタラタラなんだろう。つまりその…大丈夫じゃねえのか。チェリコ、大好き。
紹介すんぜ。七つの大罪、傲慢の罪、ライオンシン、エスカノーレ。改めましてよろしく。日が昇ると大男になって、日が沈むとご覧の通り、最強から最弱に変わるぶっ飛んだ野郎だ。このおっさんがさっきの大男？七つの大罪、ライオンシン？生まれてきてすみます。で、会って早々要件ってのはなんだ？マーリンのことか？はい。いいえ、団長たちは今どこに？悪いな。リオネスで別れたきりだ。あの魔人どものことを考えると、おそらく団長たちも動いてるかもしれねえな。要件はそれでしまいか？それが、こうしてめでたく七つの大罪に復帰できるのは嬉しいんですが、実は明後日までにとある場所にお酒を納品する約束でして。バンさん、手伝ってもらえませんかね？めんどくせえな。なもほっとけ。これは酒場のマスターとしての最後の仕事。約束は必ず守らなくてはなりません。はじめか。オスロ兄さん。フレイ。